おはようございます。今日は2019年の3月の29日、18時35分です。今起きました。お風呂に入りました。よろしくお願いします。夏日さんはどつ？よろしくです。春だね。ホテルパコさんいらっしゃい。ホテルパコっていいね。ホテルパコはセンスあるな。いいね。ニコ生勢かな。パコパコよろしくっつってね。アカウントまで綺麗に作ってるからね。天才かな。 ただの天才かな。すごい。いいね。いいですね。スケピー。誰に？だって誰って言ったら迷惑かかっちゃうもん。誰にって言ったら迷惑かかっちゃうからダメ。秘密。それは言えないよ。それは秘密。叩かれちゃったら嫌だもん、その人が。俺が叩かれるのはいいんだけど、その人が叩かれたら嫌だな。開いてるよ。あ、知ってるの？サードアイさん。開いてる。今は、今日は、今現時点では閉じてるけど、まだコントロールできてない感じかな。今は開いてない。閉じちゃってる。でも、何かをきっかけに、こう、開くっていう、こっちの世界でも開くっていうのは分かったから、まだコントロールできてないね。開きっぱは多分無理だね。殺されちゃうよ。深い深い感謝だね。人工肛門さんありがとう、風船。深い深い感謝だね。あ、人工地震さんだ、ごめんなさい。ロンロンフレッシュさん、ワード2。人工地震さんだった。いいね、ありがとう、よっちゃんさん。侍よっちゃんさん、ありがとう。侍なんだ、かっこいいね。武士だ。ありがとう、風船ありがとう。
侍はかっこいいよね。うん。どうしちゃった？どうもしてないよ。うん、いいね、ありがとう。おー、リコちゃん、久しぶり。いいね、ありがとうね。無理しないでよ、みんな。うん、男前じゃないっすよ。全然、全然。やめてください。恥ずかしいです。僕、男前だったら、なんか、俳優とかやりたかったな。全然違うよ。全然男前じゃないよ。恥ずかしい。ボンいらっしゃい、ワドツ。うん。うん。違っちゃう。なれる？うん。うん。恋してる。おー、はさ、おー、はっさく？はっさく星人かな？はっさくさん？違うかな？よっちゃん、ハートありがとう。エミさん、ワドツ。いいね、ありがとうね。みんなアイテムありがとう。八作星人だ、久しぶりだね。もうあのサムネじゃないんだ。超久々、お疲れ。会えて嬉しいよ、ありがとう。うん、演技とかはね、なんだろう、俺サイコパスの殺人鬼とかやってみたいね。あの人が好きだから、あのジョーカーなんだっけ、死んじゃルイスなんだっけ、死んじゃった俳優さん、うん、さなんかピエール滝だよね、それこそね、ああいう役やってみたいね。よっちゃんは格闘家なのかな、なんかジムっぽいな、写真が。ちょっと写真が小さいからわかんないけど。スーパークリックさん、いつもありがとう。また来てくれたの、おはよう。おはよう。おはよう。通信教育でなれる？本当に？うん、なれるんだ、うん、夢が叶うといいな。すごい、182センチ90キロ、フルコン代表なんだ。フルコンってフルコン空手？フルコンってことは極真かな？障害者スポーツ指導員でもある。ああ、すごい。本業観光バスの運転手。経歴がすごいね。パワーリフティングのサポートもしてんだ。へえ。ああ、よろしくお願いします。ありがとう、KP。いいね、ありがとう。へえ。すごい。よいよいよ。なんか、格闘家の人なのかなと思って、パッと見。ちょっと気になったからプロフィール見ちゃいました。ごめんね。うん、許してね。雰囲気変わったかな。でもなんかドレさんとかカオスに聞いたんだけど、心配してるらしいよ、みんな。和道がサブ中になったとか、マリファナ吸ってるとか、涅槃に達したとか、病気が悪化したとか、みんな心配してくれてるらしい。うん、仲良くしてください。ありがとうね、出会いに感謝です。いろいろ俺も戸惑ってる。うん、いや、言われるよ、よく薬やってるんだろうって、釣り始めたんだろうって、うん、なんか心配してるらしいよ、みんな。みんな優しいから、うん。ごめん、シャカとペコの餌あげてくるから待ってて、みんなで話してて。ご飯ね、分かった分かった。ご飯あげるよ。待って待って、ご飯あげるから。うん、ご飯ね。おはよう、シャカペコ、おはよう。
ただいま。おかえり、ただいま。ただいま。つばにゃんが薬物やってる配信者を警察に相談？うん、なんかタイトル見た。うん。ね。薬やってる人ね、たくさんいるからね。俺も何人か心当たりあるけど、俺は警察とかには言わないかな。うん。あの何人かまあこの人とこの人とこの人やってるなって思う人はいるけど、うん、おーエデンありがとう、お疲れ様エデン、バーガーありがとう、いつもありがとうね、楽しんでって。チョコありがとう、ミルクありがとう、マカロンありがとう、うん、うちみたいな田舎でも友達が捕まっちゃった。まあ悪いことしたら捕まるよね、うん、KP ありがとう、いいねありがとう、パフェありがとう、よっちゃん、みんな無理しないでね、ありがとうね、ありがとうね、うん、ありがとう。幸せ者だね、俺は。みんなイマジン聞いた？あの後ツイッターにイマジン貼ったけど、イマジン聞いた？あれすごいね、改めて PV、 うん、あーエデン知らなかったのか、最近来てなかったから。ニルバーナの話聞いた？うん、あ、毒キノコさんいらっしゃい。そう、多分エデンここ1週間ぐらい来てなかったよね。俺ね、神様に会ってきたんだよ。そう、いろんな経験をしてる今、うん、だからね、ちょっと違うのかもしれない、同じなのかもしれない、うん、なんか久々だもんエデンと話するの。うん、そう、神様に会ってきた。でずっとその話してたの。いつだったかな、もう1週間経つかな、6日経ったね。そう、配信頻度も減っちゃってるんだよね。ていうかイマジンはすごかった、 PV 見て感動した、 PV 見て感動したよ、すごい。ハートありがとう、癒しさん、いつもありがとう。うん、神様に会ってきた、神様に会ったとも言えるし、自分の言葉で言うならね、答えが見つかった、すべての答えに触れてきた、すべてに合ってきた。仏教ではニルバーナっていうね、ニバーナ、うん、全部一つのことだった。まあその話は興味あったら振ってくれたら話すし、あのその話じゃなくても全然楽しもう。
みんな家族だから。もういっぱい話したから、興味がある人はあの YouTube でも見てみて、うん、YouTube にもいっぱい話してある、その時の体験記は。トマベチ、あのね、うんと、悟った人と悟ってない人は明確に分かるようになったのね。で、あのトマベチさんのことももちろん大好きだから、俺は。あのトマベチさんは悟ってないね。たまちゃんお疲れ。たまちゃん、うん、かっこいいね。ダメだよ、ヤクザと戦ったら、ハングレと戦ったらダメだよ、うん。ありがとうね、ハッピーに行こう。楽しかったよ、たまちゃん。大好きだよ。うん、あー珍しいね、珍しいね、ペンペンさんね、うん、タマちゃん、でもタマちゃんはかっこよかったけど、あのタマちゃんは自分のこと大事にね、うん、タマちゃんは自分のこと愛してあげて、うん、かっこいいけど、あの俺はタマちゃん、タマちゃんハッピーに、そうハッピー、タマちゃんが傷ついたらやだ、友達だからね、家族だからね。ありがとうね、たまちゃん、うん、みんな家族だから。トマビチさんはね、でもね、言ってる理論は正しい、言葉は正しい、すごく器がでかい人だけど、トマビチさんが悟ったとは俺はとても思えない。トマビチ秀俊が向こう側に行ったとは思ってない。今はね、それがわかる。ねえ、俺もでも恋してるかな、今。すごい好きな人がいるね、今。うん、どんな人ですか？うん、俺もよく知らないんだよね、その人のこと。俺もその人のことよく知らないの。おめでとう、ありがとう。うん、知りたいかな、その人のことが。うん。心がビンビンに開いてるからね、ガッバガバだから、心の扉ガバガバに開いちゃってるから、今すごい敏感、すごいことになってるよ。でも同じくらいみんなのこと好きだからね、うん、本当に同じくらいみんなのことが好きだよ、うん。彼女はできてないよ。彼女はできてない、片思いだよ。トモさんいらっしゃい。彼女できてない、うん、彼女できたらちゃんと言うよ、みんなに。どうだろう、実らなくても実ってもいいの、ただ好きなだけだから、うん、もう失恋もいっぱいしたからいいの。
あ、これね、違う、リスナーさんからそこにあるね、空気清浄機があるから、空気の循環してるの。あの、ペットがいるから、あの、なんだろう、ここに煙がいかないように、これつけてあげてって、優しいリスナーさんがいて、ミースケって言うんだけど、ミースケがね、うちのペットのために空気清浄機回してくれてんだ。うん、3ヶ月前に別れちゃったんだよね。ちょっと未練はあったけど、少しね、3ヶ月間。でももうそろそろあれなのかなとか思って。うん、彼女できてないよ。彼女できてないよ。好きな人ができたの。はい、ワード2、金魚姫いらっしゃい。お疲れ。ご想像にお任せします、KTB さん。KTB さんいらっしゃい。そうね、恋してるの。いいね。うん、うん、だ特定の誰かって言ったらその人が迷惑かかっちゃうからいいね。でもタマちゃん可愛かったよ。あ、タマちゃんね、俺もそれ昔から言おうと思ってたんだけど、背の高い人だとみんな思ってんだよ。でほら、タマちゃん、俺のリスナーさんもタマちゃん背高いと思ってて、この前俺とさ横に並んで、え、タマちゃんってあんな小さいのってみんなびっくりしてたよ。俺もね、あの最初あの、おお、そうなんだと思ったけど、身長スタイル細いからさ、おっぱいがでかいだけで細いんだよね、たまちゃん。だからね、みんなびっくりしてた。え、たまちゃんってあんな小さいのつって。ほら、俺に会ったことある人はさ、あのみんな俺の身長知ってるからびっくりしてた。おいっすー、勘違い屋の予約さんいらっしゃい。たくあんさんいらっしゃい。たくあんっていいね。うん、あ、元気不元気さんもいらっしゃい。普通の風邪でゲロ吐いた時とかありますか？あ、ないね。あの吐いた時は気をつけた方がいいかも。多分ノロかなんかなんじゃないかな。ねえ、小さいよね。153か。ノリコと同じぐらいなんだ。じゃあそうだね、ノリコと同じぐらいだね。のんちゃん、うん、153ぐらいだろうね。多分それくらいだと思う。たまちゃんかわいいよ。たまちゃんかわいいんだよな。そう、たまちゃんは本当にたまちゃんなんだよ。たまちゃんっていうね、あの小手半はすごくいい。たまちゃんはたまちゃんなんだよね。うん、すげえいいよたまちゃん。フィール、服、あの人間的に、たま、うん、ちゃん大好き。たまちゃんね、すごいいい子。ありがとう、ハートありがとう。あ、でも恋を実らせようとかあんまり思ってないね。うん、大事なのはそのなんだろう、俺が彼女のことに関心があって興味があるっていうことが大事なことで、なんか結ばれたいとかそういうことじゃないんだよね。人を好きになるっていうことが大事なんだ。うん、昔さ、あの古いリスナーさん覚えてるかもしれないけど、匂いで、会った時に匂いで分かるっていう話したことある？あの匂いで分かるんだよね俺。特殊能力なんだけど、俺嗅覚が、鼻が悪いから嗅覚ってないの。食べ物とかも口の中に入れて初めて嗅覚が発動するんだけど、なぜか知らないけどね、あの好きな人の匂いってあるんだよね。そう、鼻は鼻呼吸ができないから、
嗅覚バグってるんだけど、不思議不思議。ちょっと唐突だけど歌を歌ってもいいですか。唐突だけど歌を歌ってもいいでしょうか。歌います歌います。おはようライムさん、久しぶり。おはよう。一曲だけにするから安心して。一曲だけだから。みんな、みんな、みんな安心してね。一曲だけ一緒に歌おう。どうしても歌わなきゃいけない歌がある。佐野どぶのりさんいらっしゃい。通報した？そんなに歌嫌い？一曲だけ。カスネットやってくれる？Wi-Fi 払おうね。お金がねないんだよ今。外配信できないんだよね今。どうしても歌いたい歌がある。アジさんも久しぶりだね。アジさん一回俺なんか通話した記憶があるな。なかったっけ。あんまり覚えてないけど、なんかこの人知ってるっていう感じで。億千万、億千万、ジャパン。出会いは億千万の胸騒ぎ。ロハコさんとごめん覚えてないわ。なんだっけ。え、たくみさん、え、アジさんと言った。あれ俺合ってるってこと。覚えてねえな。うん、うん、少し似てる。うん、
これ5000円で買ったけど使い倒してるよね。5000円分元取ってるよね。このギター買ってよかったわ。音聞こえる？一曲だけね。歌う歌うとみんな嫌がるから。オッケー。いいんだよ別にみんながアンコールしても みんながアンコールしてもいいんだよ。アンコールがある限り俺は歌い続けるから。多分一回もないだろうけど。じゃあ、歌います。ヘッドホンはね、オーディオテクニカって言って僕が好きな、ね、メーカーですね。オーディオテクニカです。ちょっと待ってね。あ、日本のメーカーなんだ。知らなかった。エレキだよ。いいよね、ギターね。天国はない。ただ空があるだけ。国境もない。ただ空があるだけ。みんながそう思えば簡単なことさ。や、社会主義も資本主義も偉い人も貧しい人もみんなが同じならば簡単なことさ。や、夢かもしれない。でもその夢見てるのは一人だけじゃない。世界中にいるのさ。ありがとう。そうだ、声高いんだよ俺。最高。ありがとう。いいね。ありがとう。
最高だね。誰かを憎んでも派閥を作っても頭の上にはただ空があるだけ。みんながそう思うさ、簡単なこと言う。夢かもしれない、でもその夢見てるのは君一人じゃない、仲間がいるのさ。夢かもしれない、でもその夢見てるのは君一人じゃない。夢かもしれない、でも一人じゃない。夢かもしれない。ありがとう、いい歌だな。今の清志郎めちゃめちゃかっこいいよ。アンコールありがとう。何系行く？ありがとう、花火ありがとう。何系行く？何がいい？ありがとう、アンコールありがとう。花火ありがとう、花火ありがとう、花火ありがとう。くれないか、くれないはギターで向いてないかな。スーヘイありがとうね。わらわら、うん、何がいいかな、何がいいかね。うん、そうだな、うん、ちょっと待ってね。バラード行こうか。今のもがっつりバラードだったけどねなかなかなバラードだったけど、みんなが知ってる歌がいいよね。翼をくださいはね難しいんだけど、いい歌。翼をください、翼をくださいか。ちょっと待ってね、翼をください弾けなかったらごめんね。うん、翼をください、みんなで一緒に歌おうか。じゃあ今私の願い叶うならば翼が欲しい。この背中に鳥のように白い翼。ちょっと待ってね。つけてください。
空に翼を広げ飛んで行きたいよ。悲しみのない自由な空へ翼はためかせ行きたい。今富とか名誉ならばいらないけど、翼が欲しい。子供の時夢見たこと今も同じ夢に見ている。この大空に翼を広げ飛んで行きたいよ。悲しみのない自由な空へ翼はためかせ行きたい。ありがとう。いい歌だな。お、メール来てる。ありがとう。もう一曲で最後にさせて。ごめんね。絶対もう一曲で最後だから。どうしようかな。こんばんは。あ、子供のことしてた？次が最後だから安心してね。次が絶対最後だから。雑談するから。もう5分待ってね。もう5分待ってね。いいね、ありがとう。アイテムありがとう。次が最後。ちょっと不完全燃焼だから。ちょっと待ってね。小さい頃は神様がいて、おはよう。不思議に夢を叶えてくれた。優しい気持ちで目覚めた朝は大人になっても奇跡は起こるよ。カーテンを開いて静かな木漏れ日の優しさに包まれたなら、きっと目に映る全てのことはメッセージ。ちょっと待ってね。小さい頃は神様がいて、毎日愛を届けてくれた。心の奥にしまい忘れた大切な箱。ありがとう。開く
時は今、雨上がりの庭で、くちなしの香りの優しさに包まれたなら、きっと目に映る、ちょっと待って、目に映る全てのことはメッセージ。カーテンを開いて、静かな木漏れ日の優しさに包まれたなら、きっと目に映る全てのことはメッセージ。ダメだ、止まらない、もういい、かそってもいい、歌うごめんねみんな、はい解散解散解散、雑音なんか知るか、ダメだ、始まっちゃった、ごめんね、楽しくなってきちゃった申し訳ない、はい雑談待ってる人解散、うん、解散、俺は歌う、うん、はい解散解散。あの人のママに会うために、今一人列車に乗ったの、黄昏迫る街並みや車の流れ、横目で追い越して、あの人はもう気づく頃よ、バスルームにウージュの伝言、浮気な恋を早く諦めない限り、うちには帰らない、不安な気持ちを残したまま、街はどんどん遠ざかってゆくわ、明日の朝ママから電話で叱ってもらうわ、マイダーリン、あの人は慌ててる頃よ、バスルームにルージュの伝言、手当たり次第友達に尋ねるかしら、私の行く先を、不安な気持ちを残したまま、街はどんどん遠ざかってゆくわ、明日の朝ママから電話で叱ってもらうわ、マイダーリン、叱ってもらうわ、マイダーリン。いいな、女の人の歌好きだな。
そうなの、お声が高いんだよね、コンプレックスなんだよね。落書きの教科書と外ばかり見てる俺、超高層ビルの上の空、届かない夢を見てる、やり場のない気持ちの扉破りたい、校舎の裏タバコをふかして、見つかれば逃げ場もない、しゃがんで固まり背を向けながら、心の一つも分かり合えない大人たちを睨む、そして仲間たちは今夜家での計画を立てる、とにかくもう学校や家には帰りたくない、自分の存在が何なのかさえ分からず震えている、15の夜、盗んだバイクで走り出す、行く先もわからぬまま、暗い夜の帳の中へ、誰にも縛られたくないと逃げ込んだこの夜に、自由になれた気がした、15の夜。Tired, we went too on B2B, fearless to fearless, trust under the surface. I don't know what you expecting of me, put under the pressure of walking in your shoes. Every step that I take is another mistake to you.I've become so numb, I can feel you there. Become so tight, so much more away. Me and this, all I want to do is be more like me and be less like you. よし、すっきりした。歌はいいね。ああ。やりすぎ？あなたってでも握らない、
はい、ただいま。ただいま。花火2名さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとう。あー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 あ
こんばんは、ジャニーさん。こんばんは。楽しんでて。こんばんは。あ、夢の中合ってるよ。うん、夢はね、向こう側に行くための練習なの。だから合ってるよ。あ、リリンさんいらっしゃい。ありがとう。夢はね、向こうに行く練習。練習だね。練習。急に向こうに行ったらびっくりするから、トレーニングとか練習とかね。コカインやってないよ。やってない。何もやってないよ。同じ感じする。うん、だって僕ら兄弟だからね。兄弟だから同じ感じするよ。懐かしい感じするよ。コカインハマるのかな。あんまり興味ないな。コカイン興味ないね。やったことあるの？ああ、ブッダは正しいですね。スタニパーター、ダンマパダ。あ、とても優しい人ですね、ブッダは。キメセク？うん、髪ブルー取れてきちゃった。そうかな。2回もう1回染め直したんだけど取れちゃったかな。うん、諸行無常だね。俺の髪の毛は諸行無常。うん、ありがとうね、アイテム。うん、
日本の仏教は形式的というか、あの儀式に変わっちゃったかな。ブッダ本来の言葉や、ブッダが言いたかったこと、ブッダが本当に伝えたかったこと、もちろん日本の仏教でもそこにたどり着ける人はいる、うん、でも確率は低いかもしれない。もし今の日本の仏教で悟りを開ける人がいるとするのであれば、それは仏教じゃなくても開けるかもしれない。その人が持ってるポテンシャルなね、器の問題かな。うん、スッタニパータダルマパータ、この世にある宇宙法則を信じなさいって、人間が作ったルールやこだわりや執着を捨て、宇宙そのものを感じなさい、受け入れなさい、そして感謝をしなさい。みんな同じところに行く。うん、イスラム教は俺は勉強してない。仏教が一番知ってるかな。知ってることで言ったら。でも知るということにあんまり深い意味はないからね。一番大事なものを差し出すことだね。みんなが一番大事にしているものを分け与えることができたら、多分それが一番近いことなんだなって。最後の最後に残った執着を誰かに分け与えられるかどうかだね。彼女いない俺今。あまり結婚とかにも意味はないよ、うん、最終的にはみんな一つだから、誰かたった一人の人をこの世界でっていうことじゃなくて、うん、それは人間的な、なんだろう、人間の欲望をルールで制御しようとしたんだよね。ここの愚かな、ね、断りを知らない人たちが。でもルールでは制御できない。この世界は。なぜなら不確定な要素がたくさんあって、それは未来っていうものや人の感情をコントロールすることはできないからね。だからそういうことではないんだよな。結婚したら幸せになるとかじゃない。
界を歪めちゃってるんだよな。本来あるべき姿に帰らないといけない。まあいずれ帰るんだけど、まあ、何を信じてもいいし疑ってもいいんだけど辛くなるよね。本質的な部分を知らないと。受け入れることだね。世界の人々は宗教、あ、同じ神を信じてるんじゃなくて、ですね、向こう側に行った人と向こう側に行ってなくて、向こう側に行った人の言葉を受け取ってる人っていう感じかな。ブッダ、俺がブッダと会話したのは、あなたはとても優しいねって。無駄なのが分かっていた。言葉で伝えても無駄なのが分かっていた。でもここにいる僕らを救おうとしたというか、無駄なんだけれども、それでもこう優しく、優しい人、ブッダは。でたどり着くところは一緒ですね。キリストにも会いました、ブッダにも会いました。最終的に行き着くところが違うけど、言葉にした瞬間に全てだ。あ、もちろん向こうです、はい。でもこの世界と向こうっていう、分けるっていうことではなくて、つながっているので、この世界はでも見え方が少し狭い、狭い箱の中にいると思ってください。その箱っていうのは僕らです。僕らの肉体や脳みそや思考や感覚ですね。向こうの世界には、その狭い箱が解き放たれるので、それを僕らのこの器の中で語ろうとするとやっぱりイメージが変わってしまうので、言葉が変わってしまう、時代や生い立ちや、考え方にフィルターがかかってしまうので、だから解釈の問題、僕らが受け取るときに解釈の問題だったんだっていうことに気がついたかな。要は言葉の問題ね。大丈夫、つながってるから。あなたの中にある問題だね。世界の問題ではなくて僕らの問題かな。ここの問題です、はい。だから大丈夫、ここをきれいにしてください。受け取り方の問題なんです。お金はルールかな。ここまさに人間的な発想というか、どうも思わなくなりましたね。すごくこだわっていました、僕も。あまりこだわらなくていいと思いますね。輪廻転生か、ないですね。みんなが思ってるような生まれ変わりというものはないです。みんなが考えている。ただ、なんて言えばいいかな、みんなが考えてる生まれ変わりはないですね。まああるっちゃあるんだけど、ないって考えた方がいいかな。みんなが思ってる形ではない、ないですね。ないと言った方が分かりやすいっていうかな。ただ
なんだろうな、全てが一つだっていうことを体感して、そこからまた生まれるんだけれども、それは明らかにその今考えてるジャーニーさんではないので、ジャーニーさんは引き継がれないないですね。とんでもないとんでもないマイケルさん、とんでもない。あのね、俺もね、その問題をありがとうマイケルさん、すっげえありがとう。俺もね、これをどう伝えていいのかっていうことをずっと考えてたの。要はじゃあ無駄じゃんって聞こえるでしょ。じゃあ結局この世でやる全てが決まってることなら、俺らが努力すること無駄じゃんっていうふうに捉えられちゃうなと思って、これをどう伝えたらいいのかっていうのが結構課題だったんだけど、無駄なんてない。あのね、矛盾してるんだけど、全ては決められたことなのに、無駄じゃない。あのね、一個その俺がこうしたらよかったなっていうことを言うね。じゃあもっと気づけばよかったと思った、もっと素直に心を開けばよかったと思った。うん、その33年間を。だからこだわってたっていうことに気がついて、で受け入れられるようになるとものすごく楽になる。本当に嘘かもしれないけど、この6日間俺一回もイライラしてないし、一回も肩が凝ってない、頭も痛くなってないの。ずっと心穏やかで楽しくて幸せで、プラスのエネルギーに満ちている。だから無駄なんてない。うん、心を開けばいい。自他がなくなるのって怖くてなんか嫌。いやー素晴らしいよ、すごい感動がある。うん、ものすごい幸福、怖くない、全く怖くない、素晴らしいよ。素晴らしいよ。俺はその仏教の中国語読みがわからないんだけど、ハラミツ、ハンニャハラミ、ハラミツっていうんだっけ、ミツ、まさにその甘露、この世の最高の極上の経験。うん、だから怖がらなくていいね、何も恐れなくていいね。本当に素晴らしい。あ、でもマイケルさんはすごくいいところを教えてくれた。今もう自分の中にある課題なんだよね、この絶望というか、そういうことそういうこと、コントロールすることができない。変えるのは心だけなの。変えられるのは受け取り方を変える。だから決めることができるから、みんなは。だからその俺がシェアしてる情報をどういうふうに受け取るのか、どういうふうに解釈するのかを自由にすることができる。でそこで、間違った解釈をすることも正解なんですよ。だけど苦しむことになってしまう、最終的に。でもそれもまた一つなのね、それもまた一つの答えのたどり着き方であるから、俺はどれが正しいとかを言うつもりはないね。みんなの中にあるドラマを楽しんでもらいたい。だから諦めるとかじゃなくて、この世界を楽しんでほしいね。この世界の汚いところも、理不尽に見えるところも、実は意味がある。ただ俺らが人間的に言うところ、人間的な解釈をするところに意味はない。
こうするといいよっていうことは明確なんだけど、向こうの世界を持ち帰ることが不可能だから。そう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 、マイケルさん、そうなんだよね。自由なんてそもそもこの世界にない。はっきり言うけど、この世界に自由なんてない。それを知ることができた、だから楽になった。だからすれ違う、でも内側にあるものは一つだっていうことを知れたから、みんなのことを受け入れられることができる。拒絶していた、フロイトっていう人の言うところの自己処罰だね。僕がやっていたことは自己処罰、自分を処罰する、自分で自分を自ら処罰する、自己処罰があったんだね。許してなかった自分のこと。お母さんを守ろうとしてしまっていた、だから許せなかった。それが俺が背負ったカルマだったね。自らを処罰することによって母親を正当化する、それが俺が背負ったカルマだった。お父さんなのかもしれない、それは。世界で一番おいしい、世界で一番おいしい食べ物で例えようか、世界でおいしい一番食べ物があった時に、一人でそれを食べるとものすごく寂しいでしょ。だから神様はその美味しい食べ物をみんなに配る。だけれども受け取るか受け取らないか、神様はみんなに与える。でもそのパーティー、その会その場所に、その共有する空間に参加をするかしないか、グーフィーさんいらっしゃい、アーメン。で、いろんな人はやっぱりパーティーに招待状を出してるね。
そのパーティーの招待状を出してる向こう側でその食事会に行った人がね、その招待状はちょっと特殊な招待状なんだね。それはね、タコの夢さんがね、すごく、神様からのプレゼントだね、うん、タコの夢さんは神様から特別なプレゼントをされた。やってみたいことは全てやった方がいいよね。つまらなくなったらやめればいいし、違うこともしてもいいし、やりたくなったらまたやればいい。自分は何をやっても続かないとか狭すぎるから気にするな。うん、それでいい、それでいい。っていうか何をやったとしてもたどり着くことは一つだから、うん、いろんなことにチャレンジすればいいよ。行くよって呼ばれたとこまで覚えてる。すごくタコの夢さんは、うん、特別な特別なものをもらったんだね。優しいよね、お腹の中はね。守られてるよね。何の不安もなかったね、うん、同じところに行けるからね。誰にはごめんなさい。その人に迷惑をかけたくないのね、うん、ヒロさんいらっしゃい。あーそうだね、コスさんね、そう、今があるだけで、その今をどう捉えるのかは俺らの問題だから。実はすごく幸せなんだよね。本当は幸せなんだよね。こだわりを捨てな。楽になるよ。心にこびりついたサビとか汚れ、なんかもっとぐちゃぐちゃしてるというかこびりついてるものが一気に剥がれたかな。おー姉ちゃん、ごめんね姉ちゃん、すごく姉ちゃんに対してすごく失礼なことをしちゃった。本当にごめんね、許してね。健太さんいらっしゃい。うん、丸くなったよ。タバコを吸って酒を飲んで肉を食べても、それはそんな神様。いやいやいや、あの肉とかね、タバコとか酒とかね、ドラッグとかもそうだけど、いやいやいや、あ、うん、じゃあ姉ちゃんね、あのあとね、すごあの時すごく苦しんでて、俺はあのあと神様に会った。俺2日後かな。で姉ちゃんのことも考えたよ。とても神様に会ってきた、うん。で全部ごめんね、許してね。あの時俺すげえ苦しかったんだ、うん、でも姉ちゃんのことも考えたし、姉ちゃんに謝りたいと思ったし、姉ちゃんの優しさ、うん、うん、オルフレンいらっしゃい、うん、ごめんねオルフレン。そう
楽しいの、すごく楽しいの、半笑いなのは。ごめんね、あの無意識に多分あの楽しい時笑っちゃうでしょ、うん、そういう感じで、何の話かどうかっていうのもまた難しい話で、タイムシフト見たらいろいろ喋ってるんで、うん、エミさんいらっしゃい、うん、エミさんなのかヒロキなのかクマくんなのかわかんないけど、うん、こんにちは、エミさんかな、もう6日間ずっとこの状態だよ姉ちゃん、エミさんね、了解、まあ、全てはツイッターに書いたかな、全てはツイッターに書いた、プリムさんいらっしゃい、ワロツ来てくれてありがとう。いや毎日ではないですね、まあ6日間あったので、こっち側に帰ってきて、で俺も不安が少しあったというか絶望を抱えていて、こっち側で
どうすればいいんだろう、でもどうしようもない、果てっていう、そのまあ答え合わせをずっとしてたんだけど、あることをきっかけにもう一度向こう側の世界と半分つながるっていうのかな、向こうに行く手段、トリガー、鍵が分かって、毎日ではないですね。この6日間で言ったら1回もう1回向こうに行ったかな、計2回いつでも行くことができる。でもまあまだ俺自身がこっちの世界に対応できてなくて、いいよ、何でも参加して、別にないから、普通に気になったことをロムらなくても何でも聞いてください、一緒に話そう、楽しもう。でまあ毎日ではなくて、でも昨日の夜また寝てる時に、ツイッターに書いたんだけど、8度寝をして、あえて、この6日間ずっと4時間睡眠で、いや戻ってくる必要もない、大丈夫、それは俺が決めることじゃないから、でもまあ寂しくないから、ありがとうタコの嫁さん。果実、食べ物がないですね。結局殺生がないんで食べ物はないです。しんどくはならない、とてもとてもフラットに物事を捉えられるようになる。ただその欲望があってみんなが喜びだと思っているものを手に入れてるのね、こっちでは。だから奪っているっていうのかな、自然とその搾取をしてしまっているのね。で、こっちがしんどいんじゃなくて、向こうがすごすぎて、なんだろう、こう虚無感というのかな、こっち側で何をすればいいんだろうっていうのが3日ぐらいの悩みだった。飲み物もない、食べ物もない、何もない、体がないから、ハートありがとうございます、ありがとう、飲み物もないよ、何もない、そういう、欲求に駆動されるものは何もない、ただ与えられるだけだね。だからじゃあこの6日間でどれくらい変わったか見せようか。この6日間で何が起こってるか、まず睡眠が変わったのと、この痩せたの分かる？体が変わり始めてて、そう、その食べる必要と寝る必要がなくなったのね。だから体が浄化されていってる、ゆっくりゆっくり。その本来あるべき姿に戻ろうとしてるね。いや食べる必要がなくなったから、そう、そう、体がね本来の形に戻ろうとしてる。運動もしてないのにだよ。多分これでわかると思うよ、普通の人は。お腹は減らないね、あえて食べてるって感じ。お腹は空かないし睡眠欲もない。だ、あえて全部寝る、あえてやるの、あえて食べる、こっち側の体をキープするために。だから肉も食べる必要がないし、甘いものも必要、何も必要ない、あえて、あえてだね。だから選んでやってる、タバコ吸うのもコーヒーも何でも。交通費はかからないね、向こうにはお金なんてものはないから。よいしょ。死にたいっていう願望はあった、ある、今でもある。死にたいんじゃなくて向こうに行きたいっていう願望は少しあるね。
正直言うと。でも俺はここのここでの役割を全うするしかないから、うん、でも向こうに行きたいっていうのは正直あるね。タバコをやめてもいいんだよ。うん、ね、簡単に言うと向こうから帰ってきた俺にとっても鍵というか、別にやめられるよ。うん、欲望がなくなった。欲望がない、性欲もなくなった。性欲と一番体感があるのは性欲と睡眠欲と食欲が今ない。ゼロ。お金が欲しいとかもない。何もない。映画撮りたいもない。何もない。欲望は。何もないね。たまたまいらっしゃい。でもそうなってくると死んじゃうからね。どうしようかね。うつではないね。うつは治ったね。天候もないね、うん、物質がないから。何もない。あ、だからタバコの本数は減ったね、明らかにね。2箱3箱吸ってのが10本ぐらいになったかな。あ、恋をしたのは好きな人ができただけ、うん、それは別に普通のこと。好きな人ができたってだけ。キサラギ駅わかんないか、映画かな、映画のキサラギはわかるけど、キサラギ駅は知らないかな。イエーイ、ブリーザーさんいらっしゃい。タバコやめた方がいいかな、どうしよう。まあ何でもいいかな。うん、どうしようね。あ、こっちでこっちで。恋をしたのは普通に恋をしてるだけ。うん、それは普通の話。むしろこっち側の話。うん、ごめんね、ごちゃごちゃになるよね。うん、それは恋をして、人を好きになってるのはこっち側の話。火の鳥を、あ、火の鳥買おうと思った。本屋さんに行って一個気になったのは火の鳥。読んでないんですよ。気になるね、火の鳥は。だから知らないって感じかな。ごめんね、今川さん。火の鳥知らないんだよね。知りたいね、ちょっと。あ、思考はあるよ。あるあるある。普通普通。捉え方が変わっただけ。もちろん感情も思考もあるよ。七色インコも面白い？ありがとう。あ、今すごいと思うのはこじこじ結構やばいね。こじこじはもうすげえハマってて、これ買ったんだけど、あのね、神様のくだりも面白かったな。こじこじが言うんだよね。神様はこの辺をうろうろしてませんよ、みんなの心の中をうろうろしてるのでっていう言葉があって、こじこじ結構面白いね。神様はこの辺っていうのはこっちの世界のこと、現実世界のこと言ってて、神様はこの辺をうろうろしてません、みんなの心をうろうろしてますっていう。観察者ではないかな。観察者ってなんだろう、うん、いや各社じゃなくて、各社じゃないんだけど知ってたんじゃないかな。要は各社って向こう側に行ったんじゃなくて、多分内包してたことを知ってたんだね。だからこの世界のくだらなさっていうのを知ってて、それを漫画っていうので向こう側で無意識にやってたって感じかな。
その向こう側に行ったとか行ってないとかじゃなくて、もともと細くつながってて、それを漫画っていうその入り口を通して知ってたから書けたっていう。だからある意味その荒人神だね。少しの神様ってそういうことだっていうことも分かって、日本人の言うその八百万の神って向こう側を持ってる人の人なんだよ。人とか現象とかを指してて、だから荒人神だよあれは。いや、妖怪に近いかな。神っていうとまたイメージが変わっちゃうから、妖怪も神様も一緒なのね。あのいたずら座敷わらしとか妖怪に近いかもしんない。向こうの力を使って遊んでたね。足かせっていうか、俺は箱っていうか器って思ってるかな。すごく、ま、俺がだからって思ったの、帰ってきた瞬間にうわーって。俺は手からビーム出たり、手かざしすると病気が治ったり、頭が知能が跳ね上がったりとかすると思ってたの本当に。だけどまんま始末高光で帰ってきたから、要はねコンティニューゲームみたいな、一回ゲームをクリアしてまた同じキャラクターかみたいな。ただゲームのクリアの仕方は知ってるからっていう、ゲームクリアがすごくしっくりくるかも。一回エンディングまで見ちゃって、もう一回そのゲームのカセットガチャって入れて、俺のキャラクターなんだっていう。そうだね、あの死んだも死んだし、あのね、生まれ帰った、生まれ変わったじゃなくて生まれ戻ったっていう感じだね。生まれ戻った。で向こうで、あ、確実に俺死んだんだって、自殺したんだっていうのは、あの はっきり分かった。あー、俺死んだんだって、そっかって思ったね。で戻る、帰るって、そう、三途の川っていうか、俺は狭間の世界っていうのがいいんだけど、そのまあみんな日本人の言うところの三途の川みたいなところに戻ったり、こううろうろしてて、でどうしようかって言った時にどうすることもできないんだよなって。で気がついたらこっちにいたね。で半分ちょっと行き来しちゃってるかな今。向こうの世界じゃなくて狭間の世界のこうふわふわ行ったり来たりしてるから、ちょっとまあこっちで言うところ危ない状態だね、正直言うと。正直言うとね、今あのみんながね、あの優しい人は分かるの、女の人は自殺すんじゃねえかって思ってんのよ、簡単に言うと。あるでしょ、それはね、分かるの。あ、和道もしかしたら自殺このまますんじゃねえかなみたいな。いいよ玉太郎さん、認めなくていいよ全然。あの玉太郎さんに認めてもらいたくて何かをしてるわけじゃないから。だからね、それは死の匂いがするんだと思う、少し。それはわかる、うん、でそれは否定しない、正直。あの、あ、死の匂いがするっていうのは、だからね、メメント森の本来の意味なんだよ。死を思えなのね、死を忘れるなじゃなくて死を思えって、メメント森だね、完全に。だからメメント森状態。まあ無欲かな、うん、だけどそのなんだろう、玉太郎さんが今言ってることを別になんだろう、自分で決めるかな。玉太郎さんが俺を支配したいっていうことだから、それって、うん、でできるかできないかで俺の方が強いっていうその話に聞こえちゃうかな。俺をコントロールしたいんだろうなっていう。そう、どっちに転んでもね、だから認めてもらいたいっていうのがないから今、うん、分かるよ玉太郎さん、屈服させたいんだよね俺のことをね、うん、自分の正当性を担保したいんだよね、分かるよ。俺も自然とそれをやっちゃってたから、リスナーさんに対して仕返しがしたいんだよね、俺にされたことをね。
おお、一個だね。漠然と一つで、漠然と全てだね。アプローチが違う、捉え方が違うから違うように見えるけど、山があるでしょ。山を登るとき、いろんなルートがあるので、こっちから登った人は険しかったよ、いやこっちは楽だったよ、こっち綺麗だったよ、いやこっちから見た人は向こう側の景色があって言うけど、頂上に立ったら全員同じ景色見るでしょ。だからこっちの世界では山もメタファーなんだけど、そのいろんなルート、いろんな時代、いろんな生い立ち、いろんな経験で登っていくから、こう語る言葉が変わる。もちろん俺っていうルートも全く特殊なルートなわけじゃん。だからでもたどり着いたところは全部だし、みんなが同じ景色を見るわけだから、だから結局一つのことを指していたっていうことはわかるかな。全てがその 人間だけじゃなくて、生命も、この世にある真羅万象、全てこの世界の全てのゴール求めていることだから、だから結局一つだね。イメージはだから道だね、ルート、どのルートを通っていくのかっていう。ああ、さっちゃんはコツ、人生も頂上目指すが分かんないな。どういうこと？どういうことだろう。いや、野球をやったり仕事をしたり恋愛したり、全ての現象とか全ての、やっていることの先はそこに行くための求めていることって感じかな。彼女はね、できてない、片思いだね。さっちゃん好きな人ができた、うん、ああ下克上さん、ご無沙汰してます、いらっしゃい、楽しんでください。彼女できてないっすね、片思いっすね、好きな人ができました。晴れやかな顔してる。ああ、それとは別だね。あの神様に会ってきたから、それで変わったの。うん。だから6日前だね。うん、顔が明らかに変わったのは3月の24からだね。3月24からタイムシフト、YouTube で見たら顔が変わってるのがわかると思う。あ、いや俺は行き急いだと思った。山田さん、ちょっともっと楽しめ、もっと苦しめばよかったって思った。
だから早く悟ったからとか早くゴールに達したからいいとは思わない。でもこうなるしかなかったんだなっていうのは向こうで答えを教えてくれるから、そう、死んだらっていうか生きてる間に体感するから、それが生きてる決まってることだから、うん、だからでも生き急いでたなとは思ったね、うん、生き急いでたね俺は。楽しかったよ、楽しいよ、毎日が楽しいよ、全てが楽しいよ、今日も楽しいよ同じように、うん、予約、予約とかはないないですね、うん、呼ばれたって感じかな、行きたくて行けるもんでもなくて、ちょっと特殊な特別なチケットだから。ああ、いや、その話してたのさっき、そう見えるだろうなって。ああ、でもそんなつもりはないよ、っていうか選べない、俺が選べない俺が選べない、だから死んだら仏になるって仏教正しいよ。荒野は荒野だったよ。あ、でもそれはね、なんかその勘違いしたらダメなこと、ちゃんと訂正しておくけど、向こうに人はいないの。情報としてあるの。情報っていうか、だから誰、要は荒野は俺だったんだよ。荒野もロハコさんもみんなも俺なの。意味が分かんないでしょ。あ、まあ臨死体験でもいいね、うん、全て一つの言葉を指してるから臨死体験でもいいと思う、うん、呼ばれないとっていうかね、簡単に言うと、ヒントが無数にあって、それを受け取ってるかどうかだね。拒絶してるね。俺はそうだった。33年間。本当は、みんな、だから引っかかってたんだよ。浅井さんとか。で、俺はね、姉ちゃんと俺の会話で言うな、石野は、すごくいいところ行ってる。でも苦しいと思う、石野は。だから石野と電話したい。石野と会いたい。うん。だから気になってる人とか、カオスとかもそうだし、で向こう側に行った人と求めてる人と、全部それが分かるようになったかな。それはまあ特殊、俺の恵まれてるところなんだろうな。じゃあワンネス、ワンネス、ああそうそうそう、アカシックレコードも臨死体験も神様も仏教ニルバーナも全部一緒、そういうこと、そういうこと、さっちゃんで、全部一緒だよ、そうだよ、それそれそれ、真理の扉とかパンドラの箱とか全部一緒。違う、石野はまだ行ってない、うん、でもすごく苦しんでるから、何か助けられるかもしれないね、力になれるかもしれない。あ、だからアカシックレコードだね。全部を見てきた。うん。いや、だから買うとかじゃないって言ってんじゃん。人の話聞いてよ、もう姉ちゃん。決めつけだよ、それ。姉ちゃんの。姉ちゃんの決めつけよ。みんな招待状出してるよ。受け取るか受け取らないかよ。買えない。おお、誠、いらっしゃい。
配信者誰と、うん、誰だろう。お金はないよ。システムか。あ、東京の人だと金映えさんとかかな。東京だと誰だろう。まあ配信見てたらわかるよ。絡みがある人は。うん、ドレさんでしょ。ドレさん、金映えさん、あ、誰だろうね、配信者。みーすけお疲れ。ことかは一回しか会ったことないし、いや今は仲良くないかな、そんなに。よっさんはね、茨城。野鳥も別にそんなつながってないかな。もうお互い別に仲いいけど、でもつながってるつか連絡はそんな取り合わないかな。金梅さん、あ、来た。ゆいこさんお疲れ。マブダチ、みんなマブダチだよ。あーでもね、もう怒りが多分失っちゃった感情なんじゃないかな。俺もね、それ話したの。配信者としてクソ面白くなくなったよって。要は配信者の面白さってもがきだから、あの苦しみだったりとか葛藤だったり、戦ってる姿が面白いから、そういう意味ではね、もうどうなんだろう、その自分に戻れるのかな、俺は。うん、どうなんだろう。花火ありがとう。みーすけから花火もらいました。花火ありがとう。ありがとうね、みーすけ。ハートもありがとう。ありがとう。Thank you。 どうなんだろう、長いの？どれくらい見てるの、俺のこと。それは俺わかんないな。そうだね、配信頻度がだから
1日2時間とかに減っちゃったんだよね。うん。まあみんな知ってると思うけど、あれこいつ配信やらなくなったなっていう。だから、うん、そんな感じですね。今日も8度寝ぐらいしたかな。まあ、4時間で目覚めて何回もこう、行ったり来たりしてる。嫌いな人、俺ね、さっきね、つばにゃんに謝ったんだよね。枠やってたから。つばにゃんディスってごめんねって。そしたら許してくれた。だから嫌いな人がいなくなっちゃったよ。うん。そしたら、いいよって、和道さんニコ生の人だし、そんなの分かってるよって。うん。だから、まあ、変わったことで一番でかいのは、お母さんと会っても良くなったし、セブンイレブンでもトビでもドカタでも何でもできるね、今だったら。普通に働くことも苦じゃなくなったっていう、ちょっと配信者としてはまずい状態だね。だから今決めてるのは、まあ求められたことを全力でやろうって感じかな。あとは神様に任せることにした。求められたことをやっていく。で、ダメだったら受け入れる。宗教とかスピリチュアルだと思われたくないんだよな。思われるだろうな。あのね、そうなんだよね、宗教だと思われるよね、これね。もしくは薬中。もしくは病気。そうなんだよね、ここはね、あれだよね。うん、与えられたものするって減られてる？神に与えられたものするって減らってる？うん、どういうことだろうな。いや、神様、課題は与えられてないのよ。っていうかね、こっちでは把握することができないから、こっちではね、それを、まあ、知れる人もいるんだろうけど、何を、ね、するも選べないからね、もったいない？減らるっていう概念はないかな。退屈ではある、少し。ちょっと退屈。でも、ほらさ、普段さ、何食べよう、何食べようとかさ、今日何しよう、何しようって言ってたの覚えてる？ああいう退屈ではない。そうじゃなくて、もっと絶望的なんだよね。うん、あ、古典は、いやいやいや、俺の意思は何一つないよ。
俺の意思だと思ってただけ呼ばれてただけなの。だから再放送見て、まあ固定開くは開くんだけど、ごめんね、別名義で開くことになったの。俺の名前では開かないから。ヒロさんいらっしゃい。あ、恋とはまた別かも、この表情は。その4日前の体験、恋は恋でまた別で素晴らしいけど、だから俺の意思っていうものが存在しないことを知ってるから、稼ごうとする、あ、ないですね、ないですでもこのリアルには法則があるから何とでもなりそう。あ、ないよ、人間がそう思い込んでるだけ。法則なんてないよ。それはあると思い込んでる、怖いから、受け入れたくないから。ないよ法則は。っていうか人間ごときが把握できるわけがないこの世界の断りを。無理だろうね。だから向こうの世界の断りを知ってる人が持ち帰ってるだけだから。自分の器で表現してるだけで、便利なものを取り入れてるだけだね。ニュートン力学は合ってるけど、じゃあさ、マイケルが今言ってることって何かっていうと、マイケルの人生をここに全部かけって言われてるようなこと、それくらい愚かなこと。マイケルの考えや感情や理屈や思ってることや経験したことをこの紙一枚に書けって、それくらい愚かなことに聞こえる。俺は無理でしょ。でそれを消したり書き連ねたりして精査して残ったものが法則って呼んでるだけであって、いやそうじゃなくて、マイケルの人生全てが本来の形でしょって。いいことも悪いこともそこかり。だからこれだよ、俺らの世界は。この薄皮一枚だよ。これが俺らの知ってる世界、これが俺らが世界だと思っているもの。昨日のふわっち？あ、アレックスグレイ、いや、されてるんじゃないかな、昨日の放送は。たくみさんが上げてると思うよ。いや、でもアレックスグレイを買えばいいんだよ、タクトさんが。で、タクトさんがアレックスグレイを見たものが全てだから。あ、ありがとう。最大インチで見てる？ありがとうありがとう。アップされてない、まあされるんじゃないかなされると思うよ。っていうか別に今俺に聞けばいいんじゃない？無能の塊さんいらっしゃい。知識で、いや別に今語ろうか、じゃあ。アレックスグレイ、俺の解釈だよ。でも俺の器の解釈だから。おお、よっちゃんいらっしゃい。
じゃあアレックスグレイ見るか。ちょっと待ってね。俺が解説したのこの絵か。これで合ってる？うん。この絵でいいの？これでいい？うん。まずこれが人を描かれてるっていうことは、まあ誰がどう見てもわかると思うんですけど、ここに人がある。で、体の中に地球っていうものが描かれてますよね。わかる。ここに地球がある。これは世界、要は俺らが法則とか世界と呼んでるものとかっていうのが、実は体の中で認識としてあるんだよっていう。だから月も書いてあるでしょ。月と地球。これは俺らが法則だとか認識できる世界のことを表してるの。それは俺らの中にあるよっていう。で、こう第三の目が開いて向こう側にファーっていってるでしょ。で、ここの体から見てる目の色と宇宙がこっから先の目っていう色が違うでしょ。で、観察をしてるよって、本当はよく見てるんだよっていう。で、銀河が描かれてるでしょ。だから宇宙は無限にあるよっていうことをこう全部書いてる。無限にある。で、俺はこの絵が表してる、本当に二次元でよくこれを描いたなって思う素晴らしいところ、ちょっと待ってね。それがそのただのサイケデリックな絵じゃなくて、ちゃんとアートとしてすごいことを描かれていて、ちょっと待ってね。何をね表してるかっていうと、この絵って本当に世界が悟りを開いて向こう側に行った絵だとするなら、こっから脳みそからこう開かれるはずなの。上に向かって、わかる？こう開くっていうイメージ、こうね。で、そうじゃなくて、この世界ってこっから開いて上に行って丸く球体になってるの。つまりこれすらも自分の世界だっていうことが書かれてるの。ほら、これだから、この広がり、このフレーム以外のところを想像したらわかるけど、この人が中に包まれてるのわかる？自分から広げていて、つまりいつも言ってる表と裏が表裏一体になってるの。これを平面で描いてるのわかる？これ球体の中にいるのわかる？この人が。だから次元を、それもだから、その実は一つっていう、うん、それがすごいなっていうところとか、あとこれはその開く瞬間を描かれていた絵で、世界、要はここの覚醒チャクラのことを描いてるんですよ。だからこれが要は最後の審判の時だね。自分の人生を内観してるっていう感じかな、うん、中に見てるというか、うん、そういう感じですね。っていうことを、 DMT ってなんだろう。ああ、そうなんだ。知らなかったっす。あ、っていうかね、この人医者だから。アレックス・グレイ、医者でもあり画家でもあり、チベット仏教のなんていうのかな、要は宗教的な導きもやっていて、画家でもあって、解剖医もやってるんじゃなかったかな、この人。だからまあ医者、今いやよで医者の人がコメント書いて、医者、医学としても面白いって言ったのはそこだね。うん、だから医者でもあるの、この人。アレックス・グレイで検索するといいよ。うん、サイケアートって言うんだ。だからまあなんだろう、誰に恋したか秘密。うん、最強の人間いらっしゃい。最新者で悟ってる人他にもいるかどうか、リスナーさんでは何人かいるのと、やっぱりカオスが
そうだね、うん、カオスはまあでも旅人かな、一番しっくりするの。覚醒者っていうよりも悟りっていうよりも彼はスナフキンだね。やっぱり向こうの世界とこっちの世界を行ったり来たりしてる人だね。旅人だね、うん、部屋に貼ってた、うん、目がたくさんあるのはメタファーだね。要は見てるよって、見なって、よく見ると目はたくさんあるんだよっていうこと。なんでこれを書いたんだろう、おー、わかんない、意味はわかんないけど、みんなにヒントを与えたかったんじゃない、みんなをこう助けたかったんじゃないかな、うん、ああありがとうバカ、ありがとう。そう、最近ブルーですね、青にはまってる、うん、そうだね、銀河だね、うん、夢で最初見て DMT 吸ったらしい。へえ、 DMT を吸う、うん、そうなんだ。まあそれも一つ運命だね。ああじゃあ言い方変えるね、山田さん。俺がシャッター切った時に向こうに行けたの。だから本人を救う、要はね、オッケーオッケー、山田さん、オッケーオッケー、言いたいこと分かった。他人を救うことと自分を満たすことはイコールです。僕らにすれば。自分の喜びを解放することと他人を助けたいっていうのはイコールなの。でも普通の人は自分を奪うっていう感覚があると思うから、他人を貶めて自分を奪うっていう感覚があるから、搾取っていう感覚があるんでしょ。分かった分かった、違うの。俺らにとっては自分を満たして解放することとみんなをとハッピーになることはイコールだから、だからそういう世界に俺らはいない。だから奪うことと与えることはイコールなの。そう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 、ごめんごめん、俺がその言葉の表現がっていうか説明が足りなかったね。奪うことと与えることが対極にあることじゃなくて、与えることも救うことも全部一つなんだよね。だからオナニーだと思ってもいいし、それがイコールみんなを助けることでもあるっていう。メタファー、全ては幻で全てはメタファーだから、その囚われてるかな、タクトさんは。目を描かれたからといって見るっていうことじゃなくて、たくさんの目っていうのはメタファーなんだよね。要は視点はいくつもあるみたいなことだし、圧倒的体感だから、いや目は閉じてるんじゃない、第三の目が開いてだね。だからね、だから昨日話したんだけど、結局そのなんていうのかな、うん、言語にしてもあんまり意味ないし、絵にしてもあんまり意味ないし、分かる人は分かるし、分からない人は分からないんだよね。うん、そう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 、最強の人間が言ってる通り、人のためとか自分のためっていう概念がなくて、うん、ただやってるだけなんだよね。与えることと奪うことっていうのはイコールなのね、本当は。奪うとかじゃないんだよね。配る。自分のためにシェアしてるだけなんだよね。だって楽しいじゃん、共感したら。でしょ？変わった？あと俺の役割はわからない正直言うとわからない。今戸惑ってるかな、まだ1週間ぐらいだから。でもなんとなくヒントは得てきて、
俺は写真やってる時向こう側に行けたのね。だから多分ずっとアートやってくんだと思うな。昨日も配信外で4時間ぐらい写真の編集やってたかな。本当は配信回せばいいんだけど、なんかこだわりがなくなっちゃったんだよね今。なんでかっつったらね、あの配信じゃなくても結局見られてるってことが分かったから、うん、すごいね、すごいね。あ、いつでも何でも、まあ、あ、いや、職業ですらなくて生きてる意味ね。あの職業っていうのは、あの役、なんつうの、人間の話ですね。こっち側の縛られた世界の社会システムとかなんで、やりたいことをやればいいし、むしろ何やってもそこにヒントがあるから。いや、酒いらなくない、別に。いいかな、なんか今飲みたいっていうか、飲む必要がないというか。あ、だからジョン・レノンのイマジンの PV を初めて見たっつうか、ちゃんと見たんだけど、曲しか認識がなくて、あれさ、霧の中の森をループで歩いていって急に部屋に行くんだけど、あれはだからその俺の体験と近かったかな。それを映像化してるから、映像作家もすごかったね。で、陽子が開いてくんだよね、扉をゆっくり、ジョン・レノンの曲に合わせて。だからツイッターでみんな見ようって言って書いたから、今見てくるとすごいよ。あれはイマジンは完全に映像作家さん、関わってるチームも分かってるかな。あの映像すごかったね。歌もすごいけど、だからあのイマジン歌ったんだよね、今あの清志郎で。あの曲歌うわっつったでしょ。これスムースフリクションっていう曲ですね。スムースフリクション、あ、いや PV はイメージじゃなくてもう完全に答え出してるね。ジョン・レノンと映像作家さん、多分ジョンが選んだんだと思うんだけど、もう完全に共有できてて、あれ PV 見て、ああすげえと思った。ヨーコももちろん開いてるけど、ジョンとヨーコと映像作家さんとかチームの人かなり厳選してるっていうか、だから多分ジョンがビートルズ辞めてヨーコと出会って向こうに行って、で多分もう俺と同じで見えるようになってるから、映像作家さんでお前見えてんなら一緒に作ろうって言って作ったんだと思う。イマジンは完全にもうすごい作品だった。イメージっていうか俺が体験したこととは全く違うよ。俺は森の中を歩いてないから、あれはメタファーなんだけど、でも全く意味がわかるっていうか、あそこに隠れたメッセージ、ヒントが全部受け取れるっていう。だから、うん、イマジン見た方がいいかな、やっぱり。まあそれがアレックス・グレイだったらああいう表現になるけど、だからジョンがイマジンの PV と歌でやってることとアレックス・グレイがやってることは一緒だから、イコールだね。全く同じことをやってるように見える、表現が違うだけで伝えてることは一緒だね。だからまあなんだろう、アレックス・グレイだとその検索するとな D なんとかが出るとかなんとかって、それ情報じゃん。そうじゃなくて伝えてる表現が違うだけで、生き方が違うだけで、情報が違うだけで同じことを言ってるっていう。だからそう、とらわれてるなって思うね、やっぱ。
そのインターネットというか情報そのもの、俺らの器そのものにとらわれてるみんな。芸能人で悟ってる人か。悟ってるっていう言い方も変だけど、もうこっちに来たら悟ってないわけだし、生まれながらに悟ってるし、芸能人で言うと誰だろう。日本人っていうか、ジョン・レノン芸能人だしなとか思ったんだけど、逆に誰って言ってもらった方が分かりやすいかな。芸能人で悟ってる人、ああだからヒデかな、ピンクスパイダー。いやだからヒデはあの求めてたんだなっていうのはよく分かった。ヒデの生き方全部分かったかな。ああって求めてたっていう方が正しいけど、まあ行くよなって、向こう側に行くよなって思ったね。ヒデは解き放たれたかったんだっていう、だからまあ死ぬべくして死んだって思った。レッド・イット・ビーどうなんだろう。あでもレッド・イット・ビーの時はもう多分脱退が決まってたんだろうな。ビートルズでは無理だって思ってたかもしれないね。近い、要はもう気づきっていうか答えが出始めてんのがレッド・イット・ビーだかもしれない。鉄ありがとう。バカありがとう。グッディの安藤さんが誰だかわかんないっす。そうなんだ。いや俺はレッド・イート・ビーがどの時代歌ってるかわかんないけど、もうジョンだけ浮いてる状態じゃないかな。俺彼女いないっすよ、時の人さん。そうだね、死んだら死ぬだけだね。まあ彼女がいても恋することあると思うし、ヤクミツルが開いてるわけがないよ。アクロス・ザ・ユニバース。あ、ごめん、今放送中は聞けないから DM から LINE でこれ聞いてっていうのは送ってもらいたい。絵だったらキャプチャーできるんだけど、音楽は放送コードに引っかかっちゃうんだよね。スムースフリクションあるよ。いっぱいあるじゃん。ほら、スムースフリクション、フリー BGM 素材とか。YouTube でも出てくるよ。ある、出てくるけど、スムースフリクション。出てくる、出てくる。出てくるじゃん。尾崎豊は、むしろ、人間としてずっともがいていたっていうか、まあ、ヒデに近いんだけど、戦ってる歌だね。あ、そう。アクロス・ザ・ユニバースね。だから悟りに行こうとしてるのか、悟ったのか、持ち帰ったのかはまた別なのね。だからジョン・レノンだよね。あ、ビートルズだよね。要は多分なんだけど、あのギターの人なんだっけ、ポール・マッカートニーだっけ。あの人はだから、あの人のこだわりなんだよね、実は。現世に執着してんのはポール・マッカートニーなんだよね。だポールと喧嘩したんだと思うよ。ポールはこっちの人だから、理屈っぽい人だから。ジョンは離れた。でもポールのおかげでそっち側に行けたんだけどね。ポールは多分後悔することになるよ。悟ったのスタートなのかで迷わない。ええどういうこと？スタートなのか悟ったのかスタートなのか。ああだから意味はないよ。時間がないから。
ゴールとスタートとかあんまり意味がなくて、向こうは今しかないから戸惑うつうか、だからもうただダラダラ過ごすしかできないからね。池田貴族、アホ面白い配信に応援すべき、 ありがとうございます。匿名さんから花火いただきました、ありがとうございます。時間の感覚ないっすね、夢の中にいるみたいな感じです。ないです、正直言うと。完全に着地失敗してますね。着地失敗してます。器を大きくするゲームとかの感覚でもない。だって変えらんないもん、キャラクター。エドモンのホンダはエドモンのホンダで、リュウはリュウで、ザンゲフはザンゲフでしょ。ザンゲフがエドモンのホンダとかベガになれないから、だからザンゲフを使うのが上手くなるかどうかじゃん。どっちでもいいよ別に、それはみんなの問題だからさ。みんな結局同じところを知って、茶化してた人は和道ごめんねっていう感覚になって、で信じてた人は和道本当だったんだっていうだけだから、あんまり意味がない、どっちでもいい。オレンジさん、久しぶり、久しぶり。抽象的っていうか具体性を帯びないからね。初見さんいらっしゃい。ベガネもまだ途中なの？それはこっちの話でしょ？だから A さん、A4 さん。いや、だからこっちの話でしょ？だからみんなここを現世でお金を掴んだり、ゴールがあると思ってるからそうなるんだって。なんか、終わりなんかないし、ただ一瞬を切り取ってるだけだから、みんなの言う成功って。お金1億円とかそういうことでしょ？車とか結婚とか。そういうことじゃないもん。そうそう、いずれ同じところにたどり着くから、その時に後悔するのは自分だから、その時に感謝するか後悔するかは自分だから、小手半が違うんじゃないの？オレンジさん、わかんないけど、小手半変わったら別の人だよ俺にとっては。サムネもわからんし、絵に描いてくれ。絵に、俺絵心ないかな。写真に書いてるかな。龍はいなかったかな。俺の中には龍はいなかったけど、ね、っていうかまあ別に。ああ久しぶり、元気？今でも元気でしてるよ、ありがとうね。ありがとう、幸せになろうね。絵にする。だからアレックス・グレイの絵見ればいいじゃん。アレックス・グレイうまいよ俺よりも。いや、タイムシフトに乗っかってるって。 YouTube で検索したらいいよ。俺のタイムシフト見ればいいよ。あ、だから和道龍二の時代じゃなくて、33年間全部間違ってたから。あ、でも、いや、求めてたなとは思うけど、和道龍二の時代って区切る方がバカバカしくて、33年間求めてたから、ずっと。あ、元気になった、ありがとう。心配してくれてたの、ありがとう。ありがとう。あ、頑張らない。頑張らない。ありがとう、終わる時。受け入れる、感謝する。でも光のままだと意味がないから、意味があるんじゃ。ああ、だから A4 さんに合わせるよ。周りの人じゃなくて A4 さんにフォーカスするけど、そういう意味だと意味はないよ。そういう意味だと意味はない。縛られてる、すごく。そういう意味ではない。
もっと開いた方がいいよ。受け入れちゃった方がいい。要はじゃあ今度今川さんにフォーカスするけど、今川さんね、そういう意味で言ったら和道隆二の時代はどう思うかっていうと、テキストでは正解だったよ。だった俺は向こうに行ってなかったから、それは言ってたけど、テキストは正解だった。だけど体感だからセックスを知らなかったよね、うん、セックスしたことがない童貞が語ってる正しいセックスだよね。合ってたけど、でもまあ見栄だよね、あれは完全に欲望の塊だったね。見栄の塊だった。人間だよね、人間そのものだよね。あ、その A4 さんに今度フォーカスするけど、 A4 さんが呼んでるこの世っていうのが狭いってこと、うん、あ、そうそう、俺が狭いっていうこと、俺らが狭いってこと、そういうこと。だから俺らが認知できるもの、捉えられるものが少なすぎる。さっきも言ったんだけど、 A4 さんの人生をこのティッシュペーパーに全部書けって言われてる話で、ここに書かれてることが全てだって言ってるように聞こえる。 A4 さんの話は A4 さんの人生をこの1枚の薄っぺらい紙に細かく書くので、この紙を見て、うわ俺は真理がどうのこうのとか理屈をこね回してるようなもんで、そういうことじゃないじゃん。広がってるわけじゃん。だから俺らが認知できるのはこの紙1枚だから、そういう話に聞こえちゃうの。だからここじゃない、これじゃないよって言ってんの俺は。これじゃない、もっと広がりがあって無限にあってっていう。釈迦の手のひら、釈迦の手のひらでもないよ。ただ釈迦とは会話したよ、うん、全て合ってるよ、全て合ってるよ。あ、だから何て言うのか、全て合ってるっていう答え合わせの話っていうのは、向こうに行った時に答え合わせがあるから、だからある意味その時間っていう概念をあえてその使うのであれば、いつかみんなわかるって感じかな、うん、もちろん A4 さんも体感として理解できるから、うん、その体験の動画はね、いや、ふわっちのタイムシフトに載ってるから、ちょっと待ってね。っていうか、まあ、ずっとこの話してるよ。YouTube、ここ、3月の24日以降かな ?3 月25ぐらいから、ずっとこの状態。YouTube でもいいんだけど、3月25日以降だね。ああ、いや、だから会った人っていうのもメタファーだから、人ではない、肉体がないから、情報が一番近いかな。魂と呼んだりしたんだろうけど、現代で言うと情報みたいなものだから、うん、だからまあ誰とでも会えるよ、誰とでも会える。ああ、俺にはその能力ないな。息の吐き方変わったんだ。そうなんだ。ヨーガなのかな。ありがとう、教えてくれて。あ、怖がる必要はないよ。怖がる必要はない。むしろ極楽というか、最高の喜びかな。神様に会ってきた。まあ悟りを開いた、真理の扉を開けた、死んだ、三途の川とか全部一緒。アカシックレコードとか、生きてるうちに知る必要がある人には必ず手に入るから、知る必要がない人は
手に入らないというか、誰しもが手に入るんだけど自分で拒んでるから受け入れればいいのにって、俺は俺個人の体験で言うと受け入れればよかったなとも思ったし、行き急いだなとも思った。向こうでどうやったら帰ってこれる、自分の意思なんてものはないから勝手に帰ってきた向こうに行ったままの人も相馬は死んだ。まあアカシックレコードも全部だからイコールだから、まあ何でもいいけど、全てを見て全てを体感し全てを聞きって感じかな。まあ見るとか聞くとかそういうことじゃないんだけど、瞑想だけど、まあ簡単に言うとは自殺だし瞑想だし、確実に死んだから俺は。2019年3月の23日の夜中に自殺をしたんだよね。太陽見てないな。太陽を、ま、見てないけど明るい世界は見たけど、見れないかなちょっと太陽は。太陽まあ見れない、受け止められないね。まあそれで多分今川さんは分かってくれると思うけど無理。まあ太陽のせいだからね、簡単に言ったら太陽のせいでこうなってるわけだからわかるでしょ今川さん。太陽っていう媒介を使ってる情報だからね俺らは。太陽に頼りすぎなんだよ。あ、いいよ別に質問何でも答えるよ。瞑想と自殺って違うでしょ。 OD したの、オーバードーズはしてないよ。あ、でもまあ瞑想という手段を借りて自殺をしたんだよね俺は。酒で片付けないのは和道とどれ、だって女の子とイチャイチャしてたんだもん女の子とめちゃくちゃイチャイチャ、それどころじゃないよ。入り口はどこ、ああそういう意味で言うのは何でもいけるよ。まあドラッグなのか自殺なのか絵画なのか音楽なのか仕事なのか、だからヒントは無数にあるから、それを言葉にしたりとか確定的に言っても意味なくて、どこにでもヒントはあるし、むしろ内面にもあるし、それを受け取ってないっていうか見てないだけかな多分。見ようとしてないっていうか、たまたま俺は瞑想だっただけで、それがドラッグなのか音楽なのかセックスなのか人によるんじゃないかな。何でもいけるよそれは。ほらこの器が器によって違うから。時間がないね瞬間っていうか、だからまあこっちの時間で言うとこの3時間なんだけど、向こうに行ったのは。向こうで、向こうは無限だし永遠だし一瞬だし、あえてこっちのみんなが分かりやすい体感時間で言うなら20年ぐらい向こうに行ってきたかな。まあそれに意味はないんだけど、年数とかに。夢ではないね間違いなく。ただまあ夢はいいところ行ってるかな、まあでも夢でもいいんじゃない。俺はこっちの世界が夢だと思ってるからいいとこついてんなって思う。すげえ、これ虚像っていうか、これマトリックスっていうか、これ全部嘘だから、これ全部、これも全部嘘だから。だから圧倒的に変わったのこれが物に見えるんだよねこれが、物なんだよね、ああだから臨死体験だよ。鉄そうそうそう、ああいや怖がらなくていいよオレンジ、怖がらなくていいよ。っていうか強制的に知ることになるから、その時に俺と会おう、その時にまた抱き合おう、あっちの方が本当の和道。いやいやいや、あっちの方がとかじゃなくて、和道は和道で、だけどなんて言うんだろう、全部一つだから。だから最強人間、究極のこと言うよ、気持ち悪がらないでね。俺と最強の人間は一つなんだよ。俺も最強の人間も別じゃないの。
人の一つなの。俺らは同じ名前を区別してるのは俺らなの。オレンジも俺だし、テイツも俺だし、エクスパンドも俺なんだよ。うん、気持ち悪いって言うと思うけど、いつかわかるよ。それのこれ、そのこれがって何？そのこれが何を目指してるのか。そのこれって何？みんな一つどころじゃなくて全部一つ。AI ではないと思う。あ、そうなんだ。強制的にそれを知った時に押せよって煽るなよ。ああ、煽らないよ。煽らないよ。だって煽るどころか死んでるもん。俺が先に言ってるかもしんないし。煽る必要ないじゃん。だから釈迦は35歳で悟ったけど、和道33だ、記録更新とか言ったリスナーいたけど、そういう愚かなことじゃないから。ああ、いや、遅いとか早いとかじゃないから、向こうには時間がないから、みんな一つだから。だから遅いとか早いとかこっちの話で貼って、例えばさ、山田さんね、ドラゴンクエストとドラゴンクエスト5を俺と山田さんがやりました、家でそれぞれやりました、で学校で会った時に2人ともクリアしてて、え、いつクリアしたの、あ、俺2日前にクリアしたわって言って、俺の方が早いとかじゃないじゃん。え、あのエンディングのストーリーあれすごかったよねとか楽しく話すでしょ。だから早いか遅いかっていうのはこだわってこうやってる時なんだよ。でもさ、早くクリアした方ってさ、あ、もっとゆっくりやればよかったとか、そこを気づかなかったとかあるじゃん。え、そこに隠しダンジョンあったんだとかさ、そういう感じに近いかな。なんか、え、そんな裏技あったのとかあるじゃん。あ、ドレさんとはよく話したね。ドレさんと向こうで会話したよっていうことを言って。ドレさんと花見でずっとみんな無視して二人だけの世界だったね。まあ、ドレさんは宮本武蔵だな。あ、だから俺は行き急いでたね。愚かだったね。あ、悟りもゲームも変わんない。この世界がゲームだって言ってんだから。まあそれはだから俺の器だから、俺がそういう器を持ってただけであって、それが言葉じゃない人もたくさんいるし、たまたま言葉だっただけでしょ。それは俺の33年間の運命というか天命というか、だからこれしかできないんだよね。何しても OK だとしても、向こうに背くようなことをしたら後悔するのは自分だね。地獄の苦しみを味わうね。言霊ね、言葉じゃなくて。まあ結局最終的には救われるんだけど、向こうに行くまで無限の時間を味わう中で、ごめんね、ごめんねって。後悔っていうか選べないかな。何かしらもう一回体感し直さないといけないから、生まれ戻ってきたのには、なんか楽しもうとは思ってるけど、ちょっとなんか退屈というか、器に優劣はある。ある。だから厄介、こっちは。要は、顔がいい、悪い、おっぱいがでかい、小さい、足が臭い、いい匂いがする、絵が描ける、音楽が、歌がうまいとか、金持ちとか、いろいろある。だから厄介。楽になるよっていう感じじゃなくて、なんでこんなに素晴らしいのに、なん自分たちじゃんって思ったね。苦しめてるの自分たちじゃんって、こだわってるの俺じゃんって思って、もう自分の浅はかさを知ったよ。本当に愚かさというか突きつけられたね。バカだなって思った。自分のことがすげえ愚かだったって。
あっちはだから一つなんだって、山田洋太郎さん。みんな、みんな、みんな俺。みんながみんな。俺もみんな。その、こだわりがない。優劣とかいう次元じゃないから。いや、髪切ってもいいし、お風呂入ってもいいんだよ。選べる。あえてやるって感じ。タバコもあえてす、水もあえてす。だから、まあ、さっきも見せたんだけど、俺、運動してないの、ランニングしてないの知ってるよね。ロードワークやってないじゃん。これが5日目、6日目ね。6日目。正しい形に戻ろうとしてる。わかる？体が正しい、本来あるべき姿に戻ろうとしてるの。まだ途中だけど、6日でこれでわかるでしょ。意味わかるでしょ。食欲なんてなかったんだって。性欲なんてなかったの。わかる？睡眠欲も性欲も何もなかった。腹引っ込めてないって。引っ込めてないよ。わからないか。多分元々を知ってる人はわかると思うんだよね。わかるでしょ。だから少しずつ変化がある。座って、はい。座ったらこんな感じ。ゆっくり変わってくんだと思うよ。本来あるべき形に。本来のあるべき形に戻るんだと思う。たった5日でこの変化だからね。全てが変わっていくんだと思う。ゆっくりで。長い時間をかけて。こっちには時間があるから。だから戸惑ってはいるかな。いやいやいや、それはだからさっきも言ったんだけど、同じこと言った人がいて、それは A4 さんがマウントを取ってるのよ。無意識に俺の方が正しい、お前は間違ってるっていうことを証明したい無意識の表れなの、 A4 さんの。つまり証拠を見せろって言ってるのよ。あの、俺が決めるよ、俺のことは。あの、証拠を見せろって言っても、最後には証拠っていうか、最後同じところにたどり着くわけだから、あの、やりたいことを俺はやる。引き寄せの法則はないね。何したらいいかっていうか、もう一回多分同じところに行く手段を探してて、多分芸術をやり続けるんじゃないかな。ピテラさん、ありがとう。
なるようにしかならない。そうだから A4 さんさ、疑ってもいいよ。あの病気だって言ってもしゃぶ中だって言う。ああジャストミート当たる、いらっしゃい。そうだね、ごめんね、ジャストミート当たる、許して、本当にありがとね、当たる許して、うん、ありがとう。カメラ回ってないところでいくらでも吸えるもんな、そうと思えば。いやそういうことじゃなくなっちゃったんだよな。うん、まあまあみんなわかるよ、うん、みんなは俺だよ。だから証拠を見せろっていう、だから A4 さんの言いたいことは一つなんだよ、嘘つきっていうことなんだよ。わかるわかる、無意識にね、うん、嘘つきって言ってる。受け入れられないんだ。いやだから言葉にするとそうなっちゃうんだよ。わかるよ、すげえ。でもそれは A4 さんの問題なのよ。そのなんだろう、証明しろっていうのはだから俺は疑ってるっていうこととイコールなんだよね。でもわかる、すごく。俺もそうだったから。芸術をやりたいという欲望じゃなくて何をやっても一緒なんだけど、シャッター切った瞬間に向こうに行けたんだよね、だから多分オナニーと一緒で、あのやり続けるんじゃないかな、わかんない。未来のことは不確定だし、それ以上のものがあるかもしれない。仕方なくじゃない、あえてね、あえてやる、全てが。それって最終的には A4 さん俺に死ねって言ってるのとイコールだからね。いやだからキリストは向こうの力使いすぎなんだから1年で殺されたんだよ。最終的にみんなに疑われ続けた。成功とは何ですか、生まれてきたことかな。お疲れっす。生まれてきたことじゃん。どんな力って何がどんな力を使った。何も使ってないよ。どんな力も俺は持ってないよ。何も持ってないよ。見た通りのポンコツだよ。神になってないよ。俺はただの人間。そう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 、キリストさんの話。ああイエスキリスト、ああ要は向こうのパワーを使ってこっち側で奇跡を起こしたりとか救っちゃったり病気治したりとか、そんなことしちゃダメじゃん。あキリストの話ね。キリストはだから向こうのルールを使ってバン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 水の上歩いたりとかやっちゃいけないことやりまくったから、それは殺されるでしょ。いやだからタバコ吸うな、はいタバコ吸わない、寝るな、はい寝ない。で水の上歩け、はい歩いたって、そういうパワーを持ってたから。俺は持ってないよ。で向こうの力、要は神そのものだから彼は、チートをやっちゃってそれは殺すでしょ。日野さんで覚醒、あーコントロールもらってる。あの先輩何人かいるんだけど、いろんな人がいろんなアドバイスくれてて、俺もゆっくりだからそれを戸惑いながら試してるっていうか、赤ちゃんだから今俺。でもまあその人たちも俺もなるようにしかならないって分かってるから。まあ殺すよな。そうそうそういうこと、バンなんだよ。この世でバン食らったの。そうあれだから A 版だよ、簡単に言ったら。そうそうそう、バンなの。それダメだよっていうことやっちゃってんの。 A 版、あいいね、 A 版がしっくりくるわ。イエス・キリストは A 版なの。そう
うん、いや、わかるわかる。いや、A 版クラウス賞みたいな。ああ、セフィーいらっしゃい。青春してるよ。チートの話って誰に聞いたの？どういうこと？チートの話ってどういうこと？なんかね、あの、オッケーオッケー。ね、みんなね、勝手に想像して勝手に決めつけてるから、もっと開いて。神の話じゃない。ね、オッケー。もっと心開こう。あの、もう一度言うけど、言葉にしたら、オッケー。今からやるよ。みんなよく見てて。行くよ。みんな、行くよ。心開いてみてね。っていうのと、ね、もう一つね。で、もう一つは、おっぱい超気持ちいい。いや、おっぱい超気持ちいい。だから、こういうことなの。言葉にした瞬間にもう全部アホなの。言葉にした瞬間全部これくらいバカバカしいことなの。これくらい差があるのよ。だから、その、神だとか何だとか、アカシックレコードとか、ニルバーナだって言ったり、キリストかっていうのも、これくらい差があることだっていうことを覚えといて。説明した段階で。わかった？こういうことをしてるの。おっぱい超気持ちいいじゃんって言ってんのと一緒だから、ここが。うん。それくらいな感じ。うん。それくらいアホなことをしてんの。で、釈迦はそれを50年真面目にやり続けたの。おっぱい超気持ちいいってずっと50年俺らのために言ってくれたの。少し分かった、いや、だから何を言ってんだろうみたいな、どんなおっぱいだったんだよ。ね、それに対しておっぱい超気持ちいいっつったら、最強の人間がムキになって、乳首は何色？何センチ？ピンク？おっぱい何カップ？何カップ？本当それ？本当？みたいな人がいるから落ち着けよって。落ち着けよ。だから何カップなんだよ。え？肌の色は白？黒？みたいな。うるせえなこいつみたいな。黙れみたいな。うるせえ、おっぱい気持ちいいんだよって言ってんの。わかった？ああ、いい、ありがとう。お寿司ありがとう。もうなんか童貞がすごいみたいな感じだよ。引いてるんだよ俺。童貞みたいな。童貞落ち着けよみたいな。いや大丈夫だよって。おっぱいはみんなについてるからっていう。いや、おっぱいが一番わかりやすいよ。だからなんだっけ、最強の人間が何て言った、神様の話聞いてきた、ためになったかためになってないかで言うと、だからここは仮の姿っていうか、そもそもゲームみたいなもんで幻だから何の参考にもならないよ。はっきり言って、はっきり言って何の参考にもならないし、ただのなんだろう、幻だから。ブッダはだから、毛眼空眼中眼がよく分かったよね。仮の姿って毛眼ってこっちのことなんだって。
言葉では伝わらないよ。オレンジもそうじゃない。伝えることなんて無理。分かるやつは分かるの。ヒントを受け取るかどうか、受け取り手の問題。いやいやいや、それも違う。そう見えてるだけ、自分がそうしてるだけ。そういうふうにはできてない、本来。でもみんなと出会った意味も分かったよ。みんながなぜ来たのか、ここに。うん、みんながここに無に帰る、帰る、ヒントになるかどうかは、受け取るかどうかはみんな次第じゃん。だからまあ向こうに行った時にみんなが和と俺と抱き合う絵は、俺は一つになるっていうか、和とありがとうって言って二人でいいんだよって言って、俺もそうだったからっつって二人で抱き合うしかないから、ごめんねってお互いに、いやいいよってお互いに、ありがとなって言ってそのまんまだから、ありがとう、相手もありがとう、そうそうそう、ありがとね、みんな、相手もありがとう、お寿司ありがとう。だからまあみんなが求めてたというのと俺が求めてたっていうのはイコールだからさ、うん、イコール、つながって会うべくして会ってるだけだから、理由はないでしょ。なんでこの放送にとどまってるのかって説明できないのと一緒だよ。それを説明しようとするとどんどん嘘になってくの。見えとか大きく見せようとか。だから俺がなんだろう、俺に優しく手を差し伸べてくれてる人も無意識でなんか助けなきゃと思ってるんだけど、ジャストミート当たるもそう。でも表現が下手だったり自分の都合に合わないから、俺はジャストミート当たるをうぜえって言っちゃったの。彼は彼なりのことで映画で俺のこと助けようとしてくれてたの、不器用だけど。でもそれを俺は手を振り払っちゃったのね。いろんな人、ジャストミート当たるだけじゃなくて、みんながみんな無意識に助けようとしてくれてた。俺は受け取らなかったの。なんでかっていうと、俺はこんなに閲覧がある、俺はこういう人なんだ、要は自分の器、自分の始末高光っていうものを受け入れられなくて、もっとでかいんだ、もっと強いんだ、もっと綺麗なんだっていう思い込みによって、その都合に合わないものを振り払ってきたの。今はこれが正しく見えてるの、こんなものでしかないっていうのが。だから受け入れられる、ありがとう。それはリスナー各自感じるもので、心の中の内面宇宙の窓。俺らはだからこの世界では別だっていう風になっちゃってるのよ。器が分けられてるから。でもそのたどり着くところは一緒だから。だしみんなの中に俺はいるのよ、確実に。深く根ざしてるっていうのは俺は分かるから。でそうじゃない人っていうのは他に行くから。だから俺はみんなを導くこともできなければ、みんなに答えを見せてあげることもできなければ、みんながみんなたどり着くから。そう、 ありがとう、うん、だからそのみんなが求めてることもわかるし、俺が求めてたってイコールだよ対極にあるようでイコールなんだって、うん、ヤッホー、うん、だからさ、もう一度言葉であえておっぱい気持ちいいって言うなら、最強と人間と俺は一緒なんだって、うん、俺の中にいる最強の人間と最強の中にいる俺の人間なんていう別の次元じゃなくて同じなんだよ。俺なんだよ、俺自身なの、最強の人間は。もう一つの俺なの、別の形をした俺なの、うん。どうあればいいのか。あ、俺からあえてアドバイスをするとしたら、心を開いてください。できることをやってください。よく聞いてください。よく見てください。よく考えてください。よく感じてください。受け入れてください。困ってる人がいたら優しくしてください。言葉にするとすごくチープだけれども、手をつないで共有してください。ゆっくり見えてきます。和道のおっぱい気持ちいい。
あ、金持ちの貧乏人っていうのがまさにまさにまさにそこ、あのこだわりの根源、生きようとする生命の根源だね。要は愚かな心だね。くだらないすげえくだらない、うん、だってみんなさ気づいた、あのパソコン欲しいとかアイテム欲しいとか閲覧欲しいとかこの6日間で聞いてないでしょ。6日間ずっと俺の放送見てる人いる？ありがとうオレンジ。多分聞いてないはずなんだよね。だから本当にぶっ壊れたとか薬中とかマリファナ吸ってる、シャブやってる、コカインやってる、統合失調症が悪化したとかすごいらしいよ、うん、あ、いいよいいよ、好きにして好きにしてね、自由に行こう、うん、それはいろんな問題があるんだと思うから。見たでしょ、うん、うん、好きにして、うん、あーごめん、スーパーマンを見てないからごめんね、それがわかんないな。ね、テーツね、すべてだよ、すべて。 NG ワード？ NG ワード嫌ようで、嫌ようで書けるよ、184数字の。だから悟ったとも言ってもいい、好きにしていいんだよ、みんながどう捉えるかだから。俺はどうすることもできないから、みんなの受け取り方の問題だよ、それは。それは、俺もコントロールできないし、みんなのことを。だから、まあ、まあ、楽しくやろう、うん。みんなの問題には介入できないからさ。それはみんなが答えを探していくことだから。でも別に悟ってることでマウントを取ってるわけじゃないし、どうでもいいどうでもいい、あの俺は病気だって言われてもわかるよって、しゃぶ中だって言われてもわかるよって、なんだろうな統合失調症、病気に行った方がいいよもわかるし、それは全て同じ言葉を指している言葉で、あの大丈夫っていうのと、あれこれ本当にやべえぞっていう自分に対する恐怖だよね。その2つが来てる。要は俺を狂ってるというふうに判断しないと自分のアイデンティティが壊れちゃうっていう生き方をしてる人もいるから。俺もそうだったから、うん、だからあのどっちでもいいよ。うーん、やばいっていうか世界がやばいと思った、向こうのね、参ったっていうね。要はいかに縛られてたかっていうかさ、もういかにチンケなことにこだわってたかっていうか、あ、だからジョン・レノンのイマジンの PV 見てくればいいよ、心を開いて。もしくはアレックス・グレイの絵を見ればいいんじゃない。この世界、この世界っていう言い方が違くて、表と裏なのね。さっきもさっきからずっと言ってるんだけど、あの本来あるべき姿をの仮の姿っていうのかな、だからうん、この紙一枚に全ての情報を書けって言われて、多分書けると思うけど、書くことに意味なんかないし、ここに人類史書こうと思ったら小さく書くだけじゃん。でも所詮紙でしょ、
それが俺らの体で認識しているのが紙なの。でもこの広がりも要は次元だよね。無限にある次元と無限にある宇宙と無限運動の中で意味なんてないし、この紙にそれを書けって言われて、それが嘘だとか本当だとか言われても、向こう側に行ってる人がテキストを残してるわけで、それを受け取らない。だからね、言葉にすることにも意味ないし、体感しないと分かんないし、みんな体感するから、そのこの紙を嘘だとか本当だとか言うこと自体がすごくバカバカしいよね。それよりも仲良くして手つないで幸せを感じてほしいかな。この世界っていうのはみんなはこれのことを指してて、これですら世界でしょ、これですら世界の一部だ。こんなものありがたがってもしょうがないんだよね。ここに書かれた全てはありがたがってどうすんのっていう。だってここに書けるっていうことはみんなの中にあるんでしょ。ここに書くことができるのはみんなの中に内包してるんだから。向こうにいたままだったら現実は死んで、向こうで和道の意識、ああだから俺っていうものがないの。だから全ては一つだから、パラレルワールドは違う。あ、まあパラレルワールドも表現の一つだけど、すごくなんだろうな、要はもう一人の自分がいるんだっていう願望だよね、あれは。そういう意味ではない、パラレルワールド本来の意味ではあるんだけど、要は輪廻転生とすごく似てる。要は生まれ変わったらこうなれるんだっていう変身願望とかでしょ。あの白い部屋は向こう側だね。扉を開いていくでしょ、陽子が。で、霧の中を歩いていくのはこっちから向こうにゆっくり行く描写だったね。うん、分かる人は分かるし、分かんない人は分かんない。向こうでは和道の意識がなかったらってどういう意味。だから全てが一つなんだって。全部俺なんてものはそのみんなが決めてるだけであって、全部一つだから、その中で俺っていう部分を切り出しても意味がないんだよな。俺っていう箱とかキャラクターって感じかな。もっと圧倒的なものだから。例えばじゃあエドモンド・ホンダがいないストリートファイター2とか言ってもねみたいな。だから理解とかいうことじゃないの、圧倒的体感だから。知るっていうことが情報として知るってことじゃないのよ。あの霧の中じゃなくて部屋の中で遊んでた。だからジョンとヨーコだよ。ミスケありがとう、ハートありがとう。何をするじゃないのよ、何もかもが全て美しい、楽しい、安らぎ。だからジョンなんかピアノ弾いてて歌ってたでしょ。それを無視して扉開けたりしてて横に座ったりとか。だから何して遊んだじゃなくて、この世界全てのことが遊びだから。人間死んだら一つになるとしか言えないのか。そうだね、そうだね。いい、すごく頭がいいね、タクトさんは。そうだね、精神病の人は近いっていうか、こっちを受け入れてられなかったんだろうね。結論から言うと、死んだら一つになるとしか言えないね。みんなが救われるよっていう。
あ、そうだね、俺だね。それは俺のカルマだね。昔言ってた言葉だね。何の理由もない、ただそうなってるだけ。あとはそれを受け入れるかどうか。まあツイッターとかにもよく書いていこうと思う。 あとさツイッターさ、前から言ってるんだけど、鍵アカで俺にコメント書いてくれる人いるんだけど、鍵アカにするっていうことは何を伝えてるのか俺読めてないからね。鍵アカってそういうことだから。鍵アカの人がね、4、5人俺がツイートすると、誰かが何かを書くの、3人ぐらいが。だけど、鍵アカだから俺、誰が書いてるのかも、何を書いてるのかもわかんなくて、誰かが何かを書いたことだけわかるんだよ。すごい面白いよね。あ、いや、映画に対するこだわりがないんで、脚本を書くっていうことがいかに愚かかっていうのがわかりましたね。ただ作るだけっすね。ダンスできない、うん、好きかどうかも分かんない。現実の記憶はあるよ。向こうには現実の記憶はあるよ。自我はなくなるかな。記憶はあるよ。っていうか全部の記憶に触れるとも言えるし、だから合うというか。何ミックスダンスって。いやー、なんか全然興味ない。理解しようとしてもそういうもんじゃないかな。理解するっていうのは紙に全部書けって言って、無理なんだ、生きてる間に無理なんだけどっていうことだから、ただ受け入れればいいし、みんなは知ってるんだよね本当に。概念を話してるだけで和藤自身はまだフィルター。ああ、だってそうだよ、体がある時点がフィルターだから。そうそうそう、ほん、いいこと言ってる。そう、体があるっていうことがフィルターなの。すごいすごい。そう、俺がだからここで何かをしてる時点でもう無理よ。だって器の中に入っちゃってるんだもん。あ、楽しんで。
すごい。A4 さんが今答えを言ったね。その通り。父さんは真理を探求してる人だね。いろいろ考えていろいろ苦しんでる。受け入れがたい。今まで自分が信じてきたものが全部嘘だったら虚しいじゃん。なかなか受け入れらんないよ。わかるよ。タバコは好きだね。好き。美味しいね。ああ、だからその。ああ、花火ありがとうございます。匿名さんから花火いただきました。ありがとうございます。ありがとう。
ありがとう。特命さん、花火ありがとうございます。今の和田さんどう思いますか。ありがとうございます。ありがとう。うなちゃんマンどう思いますか。あ、どうも思わないですね。どうも思わないですね。面白い人だよね。好きだよ。ちゃんマン好きだよ、うん、ありがとう。花火ありがとう、うん。うん、ありがとう。みんなありがとうね、うん、みんなで幸せになろう。いや、すごい素敵なことが起こった。多分ね、その人はね、生きてる匂いがするの。その人はね、生きてる匂いがするの、うん、惹かれる、すごく。キリスト教の洗礼ってなんだっけ、バティスマだっけ、なんだっけ、なんか水の中にバシャンってつけるやつ、なんて言うんだっけあれ、な、バティスマなんだっけ、誰か知ってる人いる、こう水の中にバシャンってつけるやつ、なんて言うんだっけ。エミさんこんばんは。あれなんて言うんだっけ、なんとかスマじゃなかったかな、あの洗礼のことなんて言うんだっけ、沈めるやつ水の中に。パブステマ、パブステマっていうの、うん、え？え？何？生の言葉？うん、ちょっと、なんて言うんだっけなあれ。バスティ、なんだっけ、
プスでも。いや、なんかこうパプスでも。あ、もう4時間か、早いな。4時間か。早いね。アレックス・グレイ。俺のツイッターに全部書いてあるから、ツイッターフォローしといたら、シェアしてるから、ここ1週間ぐらいのツイートを追っかけていったらいろんなこと書かれてるから見てみて。そこにアレックス・グレイもジョン・レノンも全部書いてある、他のことも、うん、気になったらツイッター見てみて。記録は残しておくから。ありがとう、お寿司ありがとう。浦島太郎はどうも思わないかな。不思議の国のアリスは間違いなく向こうの話だね。不思議の国のアリスは間違いなく向こうの話だったね。銭湯行っ、あ、今日金曜日だから銭湯休みか。お風呂洗って湯船浸からおうかな。うん、リスナーさん買ってくれて、もうあと4本だね。もうあと4本。うん、あ、買ったんだ、いいね、トトトさん。あれ高いから買えないよ。羨ましいな。いい本手に入れたね。いいな。俺待ち受け画面アレックス・グレイになってる今。うん、ほら。
レックスグレイ、うん、いいなあ。ほら、ポスターとか貼りたいね部屋の中に。まあ部屋掃除したりとか、あとあれか、お風呂入ったりとかリラックスしよう。ありがとうトトツさん、みんなが作ってくれたんだよこの空間を。今日は終わりかな、うん、部屋をきれいにしたり、あとシルバー作ったりとかしようかな。まあ自由だね。なんかいろいろとやってると思う。今日の放送終わりにしようか、ずっと気持ちいいずっと気持ちいいやばいよ、うん、やばいよ、ずっと気持ちいいよ、うん、いやかっこよくはないけどやばいなこれな、ずっとだね。まあということで皆さんありがとうございます。いつもよくしてくれて、またね放送やりたくなった時にまた出会えることをお待ちしております。出会った人すべてにね、あの幸福が訪れることをお祈りしてます。それじゃあ皆さんこの人生楽しんでください。お疲れ様です。ありがとうございました。感謝です。Stand by me.